どうもこんにちは、なっちでございます。いや、お布団がね、嬉しい嬉しいではないな、なんだ、お布団がありがたい季節になりましたね。ちょっと待って、あんまあ、いや、終わってからやろう。あと1時間で消えちゃうんで危ないと思いましたが、終わってからでいいっすね。さあ、ということで今回は闇属性になってしまったハロウィンリンシア降臨、リンシアで挑みたいと思います。なんかね、強いんですよ。いつ強化入ったんだろう、なんか強いんですよ。そしてリーダースキルも30倍は出るということで強いんですよ。ただハロウィンの補正がね、この巣を、あ、やばい、覚醒してないのはまずいね。ハロウィンの補正が巣王ぐらいにしかないので、マジでね、ちょっと貴族性厳しい。ハロウィンもう全部極みだもんでしかもなんか自動回復もりもりのこと、あとはまあ、パールは弱かねえんだけどスキルが弱いんで、こんな感じでいきたいと思います。そもそもこのパーティー機能してんのかな。バトル9多いね。行きましょう。背景はこれと、脱獄は初めてかお前は初めてじゃないの、何回も捕まってんの。さあ、裏のスキルが溜まりまくっていて、まずはこれ使っとこうか。属性はね、一応全部出るようにしてあります。これいらなすぎるんで使います。ここの激減は残しておきましょう。どっかで使えるかもしれません。これも取っとくね。まあでも色さえあれば激減できるので、両方 7×6、 まあいいや。こうしてこうして、でリンシア撃てるんだけど、ここは我慢します。色があるんで、嘘ないんで、使わないといけないですね。スワも使いましょう。待って、すごい見にくいよ。42秒だって、えぐいね。毒取っときゃいいんか。簡単なことに気づかず。強いね。まあ、超重力なければね、乾燥するんですよね、このゲーム。よほどふざけなければ。下げてね。気分は上げてね、来ました。バカじゃないの？せっかくさ、僕がさ、今さ、調整してたやつがさ、またヘイスト溜まっちゃったね。これはこれ、はかんといかんくて。で、こうでしょ？で、また 7×6 になって、ラグドラ溜まったのナイス。これ欠損してるからこうするしかなくて。しかもさ、これさ、ラグドラとかさ、溜まったけどさ、ラグドラの上からリンシアとか使わないとあれなんだよね。欠損してんだよね。結局毒が必要なんで。やべえパーティーかもしれませんわ。特に超根性とかもない。いや、こんなやつに会った方が困る。落ちない。でもなんかさ、リンシアの交換素材にさ、あれを要求してたからさ、あれをね、これどうすんの。5色あるから一旦我慢か。リンシアの交換素材にガチャドラがあったんでね、落ちんのかな。あいつそもそもどうやってゲットすんの。正規入手の方法すらわからん。え、毒なしでそんな減っちゃうの？どういうこと？リンシア側5倍しか出てないけども、それでいいって感じ？もしくはこのスオウの炎波が意外と強かったり、3.6 倍。なるほどね。これちょっとギミックに期待しないと、楽勝ってやつやな。ボスのリンシアもね、まあ、覚醒無効か、毒生成ぐらいだと思うんだよ。ソニアちゃん、リダチェンが下手くそだね。これでもさ、ルーレットが毒に飲まれたらまずいぞ。逆。毒がルーレットに飲まれたらまずいぞ。まずいよね。一瞬で判断しろ。だーだだだだー、間に合わない。くそ。こいつ。こいつっていうか、今のは、リンシアが悪いだろ。リダチェンは下手だけど、生成は上手かったって言おうとしたら、今のはリンシアの生成位置が悪かったっていうだけだよね。この子まだ片言なんだ。まだっていうか怖い怖い怖い。ヤンデレヤンデレな。ブルードラゴンだっけ。お前の名前忘れたけど、逃げた方がいいぞ。危ねえぞこいつ。ねえ、すごい下手くそこの子。勘弁なさって。倒せるんかい。なんか落ちたぞ。ソニアドロップフ
いや、あなたの行動最近見たな。追い打ちって500万あるよね。コンボ加算がねえのか、このパーティーは。たださ、10コンボ強化とかないんだよね。みんな軟縮強化とかなんで、そんな気にしなくていいと。クソが、あ、ロック解除ないの、あんた。あんた、そうなんだ。それはあんたですね。ロック解除的な意味でラグドラとかを使う必要があったと。猛毒目覚めとかも全然いいっす。あ、まずい。そうだよ、ロックに対応してないんだよ。ロック解除用にラグドラ使って、で、なんか途中で言いかけた話なんですけど、あ、毒が落ち込んで消えてもよかった。それでも嬉しかった。やばいな、みんなやばいな。あー、君も見たね、この前チャレ団におるもんね。欠損してるんで使います。さっき言いかけたのは、ギミックがこれね、複雑じゃないと火力はさ足りちゃってるわけじゃん。だから思んなくないっていう。なめくしすぎですか。思んなくないわ。ちょっと調子乗ってる。7回です。マイネちゃんはちょっと強いんじゃない。うわー、そんなね、対策はないわけですよ、我々に。そんな枠があるはずもなく、もう色変えんので精一杯だったから。で、これ毒ってよりかはね、とりあえず5色消さないと、あれが貼れないんで、ダメージ減らすやつが貼れないんで、激減とか、もろもろ、貼れないんで、一旦色優先なんですよね。L 字の落ちコーン。ほら、なんか硬い気がしたんだよな。ちょっと嫌な予感するよ。ほわー。ほわー。ほわー。だってさ、僕の予想だとさ、リンシアがさ、覚醒無効してくると思ってんだよ。この携帯のリンシアがするから。そのね、古参勢を喜ばせる演出があるとすれば、そういうの欲しいんすよ。あ、覚醒がないとブブっちゃうのね。今ちょっとフェを吐いてしまったから、あ、待って、もう操作時間が短いことをこの人は忘れかけていた。フェを吐いちゃったから来てほしくないんだけど、まあ、その原作再現っていうか、リンチや降臨を再現するんだったら欲しいよねっていう。むちゃしゃべるやん、お前。99コンボ？え？クソが、騙されたわ。でもこれさ、相当コンボ数ひどくなるよ、我々。99コンボはやばいね。お前冗談言えるようなキャラだったんだ。かわいいやん、ちょっと。闇降りすぎ。相当な目覚め。まあ、突破できんやん。チョコレート食べすぎましたという謎の報告。爪が甘いと、なんだこいつ。なんだこいつ。そんなキャラだったのか。お前なんかさ、あ、でもそうか。ガグラーとか言って理性を失ってんのは変身後か。また光消してなくない？愚か者？愚か者？砂糖につけるぞ。続けるぞ的な。あ、奇跡的に殴られましたが、生きてます。短縮範囲終わって。今のはでもね、操作時間がどうのこうのというよりか、僕が単純に忘れとったんですけど、なんで忘れちゃうんでしょうね。アホなんですかね。アホなんでしょうね。危ないんだよな、本当に。かなりギリなんだよな。ね、なんで非属性になった、あんた。まさかタリンペ。目覚めが更新されました。若干降ってんのね。で、やっと終わったのね。嬉しいわ。長かったわ。なんやかんやで、危ない。やはりギミックが、厄介だとね。これ何が落ちてんの、銀のやつ。面白そうなのが来た。おい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 、それは予想外だ。
予想外すぎるわ。え、待って、属性全部消えたんだけど。積んだじゃんこれ。乾杯だ、乾杯だ、何枚だだよ。どうする？絶対死んだやん。だって我々今2色しかないよ、多色なのに。で、リーダースキルの条件は5色消さないといけない。お疲れ様でした。スオウの円波の倍率だけで頑張ります。あ、でも一応毒を消せば6倍ね。いや無理だろ、それはひどいわ、それはひどいっすわ、リンシアちゃん。はは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 、はははははは、 HHH。 おい、どうすんだよ。リアって何？あ、リーダーにしないといけないんだ。リーダーにしないと、リーダーにするとドロップ 100%。 ボス、え、ボス確定じゃないの？えぐいやろ。どうする？今日の動画まさかの敗退で終了ということで。もう闇属性になっちゃうわ。さあ、すごいやん。アシスト無効じゃなきゃなんとかなったよ。アシスト無効だけはダメだった、本当にやってはいけない。アシスト無効返せるスキルとかあったらさ、まだ我々にもね対策があるんですけど、これじゃねえわ、いつも間違えんだよな。これか、これもさ、LG をめちゃくちゃ持ってるキャラを素で持っていかないといけないわけでしょ。ゼロではないか、ゼロではないな。5個持ってりゃいいんだろ。いや少な、モモンじゃ少ねえ、絶対もっとおるやろ。こっちで見た方がいい。図鑑でちゃんと出んのかな。え、減ったけど。え、本当にこんだけしかいないの。じゃあきついよ。じゃあきついっすよ。だいぶ、だいぶきつい。モモンじゃ採用すんの？でも結局さ、結局なんだよね。L 字を組んで属性返ってきます。あ、これを残しておけばってことか。なんでちょっとワンチャン出てくるの？地味に。地味にワンチャン出てきたよ。え、モモンじゃが最初からクライマックスだぜ。モモンじゃ？モモンジャが世界を救うのか？お前ドラゴンタイプじゃないからバインド受けるな。もういい。もう L 字はいい。はい。初めて使うよ、モモンジャ。でもさ、火が L 字分なかったら終わりなんだよね。まあいい。面白そうだからやってみようぜ。まだ我々はリンシアと殴り合ってないわけでして、あそこから吸収をする可能性もゼロではない。本当に下手くそこの子。ただこれが嫌なんすよね。これがさ、あ、素晴らしいよ。うちのリンシアが有能です。毒消したら負けるわ。毒を無視して5色消して耐えないと厳しいっす。あそこロックもあり、毒が生成されて逆にこう攻めようとすんの、プレミです。そういうくだらんとこでまとんでや。なんか倒そうとしてない？落ち込んが、落ち込んの殺意が。でこれが非常にまずい、このロックが非常にまずいと。これカチャカチャになっちゃうんで、なるべく L 字組みたいんですけど、木さえ出せばいいか、これ。この盤面。で、なんなら倒せた。あとはこのルーレットに飲み込まれなければという話なんですが、今色あるんで、攻めません。耐えます。安全に行きます。割とさ、1回目さ、すんなりね、ここ、事故らず行ったけど、まあまあ危なかったっていうね。さあ、モモンジャ君頑張ろうね。さあ、ようやくですね。マイネちゃんの短縮がね、普通にしんどいんだよな。今回なんか6秒しかなかったんで、ラグドラが消えたあれで。しんどかったです。さあ、では頑張っていきましょう、モモンジャタイム。あ、そうだ、剥がされるんだった。関係ねえやん、属性吸収とか保材取ったけど。これはね、どっちだろうね。とりあえずこれ使うじゃん。
待って、威嚇入るんだけど。モモンジャ最強？モモンジャ君、君は最強なのかい？笹の踊りが効くんだってよ。リンシャちゃん踊っちゃうんだって。踊らせようぜ。で、この隙に L 字を組めばいいんだろ？本当にこれ帰ってくんの？僕、初めてやるんだけど。アシスト帰ってくる？あ、初めてやれば嘘かもしれん。どっかでやってたらすいません。帰ってくる！よし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 。挑戦権を得たぜ。でも、スオウがね、2枚溜まってるとかいうね、すげえどうでもいい状況になってますね。どうでもいいっていうか、意味がない。さあ、一発目。火力は若干下がってるからね。そこは注意していきたいが、半分までいく。さあ何が来る？ここ大事よ。やると思った。でもありがとう。うわ、吸収悪いやん。そうか、覚醒無効なんか減ってからか。まだ遊びよう的なあれだったわ。そういや、でもさ、なんか並びがいいんだよね。モモンジャの副属性なんてたかが知れてると思うんで、これでええのではないでしょうか。すごいよ、すごいキャラが活躍してよ今回。うわ、本当に落ちねえ。これスオリーダーだったら落ちてんでしょ。それに気づくべきだった。うわ、すごお菓子だらけや。ということで、もうね、リンシアで挑んだってよりかはもうこいつ、モモンジャ、素晴らしい。いいね、素晴らしいよ。ここバルフレアじゃなくてモモンジャを使ったってのはね、ちょっと強化点としていただきたい。あ、しかもなんか 1.8 倍なんだこれ。出番が少ないから、この辺に対して。アシスト向こうなんて相当んでこんもんね。ってことなんかな。次回大々復刻の時にはこれ圧縮していただいて。モモンジャ強化求めます。というわけで以上、ナッチでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。